こんにちは、オッスオッス。スパロボ F 完結編縛りプレイ、やっていきます。前回は、シュウが出落ちしました。性能自体はくっそ強いんですけどね。突っ込んでいく相手があまりにも悪かったですね。そもそもゲスト3将軍に精神コマンドなしで突っ込むなら、ラスボス並みかウィングゼロカスタム並みの性能がないと、それが味方で使えてしまうのがウィングゼロカスタムとかいうチート機体です。ということでインターミッションです。いつも通りメタスを回す乗り換え、気がついたらスレッガーさんのレベルが60になってます。このゲームは60以降は必要経験値が倍になります。それゆえに2回行動レベルが60以降の人たちは、なおさら泣きを見ます。ということでバッシュを10段階改造して、運動性にボーナスをつけます。バッシュは全性能9段階改造済みで仲間になるので、フル改造ボーナスがすぐで便利ですね。その分限界値などの上限が低いので、強化パーツがマグネットコーティングに制限されるなどの弱点もあります。マグネットコーティング2個装備なんてまるでニュータイプみたいですね。まず機体が弱いです。もうちょっとバイエイとメリクリウス強くしてあげて。兵器ボス、下等動物などに感化されおって、ということでシナリオスタートです。はい、はあ、もはや何も言うまい。相変わらず全ての性能がイカれたぶっ壊れ機体です。味方が強すぎるなら敵をさらに強くすればいいじゃないかの典型的パターンですね。走行、攻撃力、射程はまあ100歩譲ってよしとしよう。問題なのは運動性と限界。運動性320、限界740とかいうイカれ数値。パイロットの回避命中も264あるので、命中回避の数値は584と意味わからないことに。ちなみに前回のビュードリファーが440で限界超えてるので、前回のビュードリファーよりも140ほど回避率と命中率が高いです。すごい簡単に言うと、前回命中率が 100% ギリギリだった人たちは、余裕で 0% になるってことです。バランスの悪さの権化って感じですね。行くぞ。力もねえくせに引っ込んでろ。行くぜ。年はできるな。ということでメキボスが左に突っ込んでいったので、後ろを追っかける形で左に進軍します。放置しておくとメキボスが全部倒しちゃって、敵とメキボスばっかり気力が上がっちゃうからね。自軍の気力を上げないことには火力が出せませんからね。はい、ということでこのステージですが、ザコはグラシブリュさんとレストグランシュ。前回まではいたレストレイルやカレイセドみたいな弱い機体は一機もおりません。しかもさっきのケイラへのダメージを見てもらえばわかる通り、防御で2000弱、つまり直撃すると4000以上平気で飛びます。しかもマスドライバーキャノンはイカれた命中補正なので、オールドタイプたちでは基本的に避けれません。多分ダバも無理。ということで、グラシブリュさんと戦う際はまずマスドライバーキャノンの弾を打ち切らせること。これを徹底してこなしていく必要があります。やり忘れてミスると誰か死にます。ということでこのステージもメキボスを盾にしながら戦っていきましょう。主にダメージを与えてもらうというよりは、敵の弾を受けてもらいたいですね。運動性ボーナスまでつけたバッシュでこの命中率です。まあ他の人はほぼ確実に避けれませんね。ウイングゼロやバッシュみたいに装甲を改造してある機体なら、一撃でヤバいことにはならないと思うので、この辺でマスドライバーキャノンを打たせていきたいです。避けたのは偉い。無駄な火種を減らせました。これでこの3機のマスドライバーキャノンは弾切れ。これさえなければグラシブリは射程が5までしかないので、射程外攻撃も可能です。といった形でグラシブリは撃破していきましょう。ちなみにイオンビーム砲も普通に当たるし、当たるとくっそ痛いので、注意です。こんな感じでマスドライバーキャノンを受けたやつはメタスで修理していきながら戦いたいですね。ちなみにエレ様が前回の精神ポイントボーナスで2回行動ができるようになったけど、ぶっちゃけ出番ないです。下手に突っ込んだら殺されます。メタスが狙われたのは完全にミス。修理ユニットが1体しかいないので、メタスの回復は精神コマンドか戦艦にしまうしかないんですよね。このタイミングで回復に回せる精神ポイントがあるかどうかって感じです。と言っても回復させないとこんな感じで連続で狙われるので、まずいですね。ただでさえ精神ポイントの余裕がないステージなのに。個人的に見た目がゲストの中で一番好きなレストフランシュです。これがレストレールの発展期って言われても、ってなる。あまりに見た目が違いすぎて。さあ右からも続々とやってきました。みんな2回行動なので、来るのが早い。レストフランシュを削ってくれるのはありがたい。ドライバーキャノンは、射程長い、威力高い、命中高い、弾4発と、非常にまとまった厄介すぎる武装です。ぶっちゃけどうせ避けられないので、グラシブリのマスドライバーキャノンより厄介です。ということで右にレストフランシュ4機、左にニットグラシドリュ3機。主力が左に寄ってるので、右の方はウイングゼロと残りの面々でなんとかしたいところですが、なんとか、できるんでしょうかね。まずカトル君とトロワは当てれるんですかね。まあチャレンジしてみる価値はありそうですね。ターゲット単純な攻撃だ。パターンは4。当てれました。これはでかい。どうせトロワは雑魚相手にこの命中率なので、ゲスト3将軍相手には当たらないでしょうし、精神ポイント使っても良さそうですね。逆に言うと3将軍に当てれる可能性がある人たちは、精神ポイントを雑魚に使う余裕は全くないってことです。ぜかトル君は避けられる。惜しかったな。こいつの攻撃痛すぎんか。武装性能が優秀すぎますね。もう何も言うまい。なったい。精神ポイントの無駄遣いの仕方。まあ精神ポイントなんて20あれば十分よ。なんで当てた。しかし、攻撃力が低く対して効かないという事実。クリスはひらめきすら使えないのがきつい。復活の消費ポイントがもう少し低ければね。なんとか右側のレストブランシュを2機落とせたな。近くまで来てた2機を落とせたのは良かった。これまずいかもしれん。マスドライバーキャノン打ち切らせたからって安心してた。なんとかあと一発は耐えれそうではあるが。2回行動でケイラが狙われるのが見え見えなので、反撃で倒してほしい。あとちょっと出してくれないかな。さあまずい。次攻撃されたら完全にアウトですね。あそこにいるレストブランシュ次第です。助かった。ドライバーキャノンをしてきてくれて本当によかった。完全にと思ったらですわ。回避をしてもどうせほぼ変わらないし、30% 避けてくれることにかけますわ。当たるものか。うかつな。なんだと。生還しました。なんでこんなギリギリの戦いをしているんだろうか。さりげなく銃も2発避けてなかったらやばかったですね。前段当たってたら落ちてたね。なんか来ました。誰でしたっけ？上後飛さんです。彼一体いつぶりの出番でしたっけ？完結編の2話目でレビーがコロニーに核弾頭撃とうとした時にイベントで出てきて以来ですね。ちなみに戦闘で出てくるのは完結編初です。F でも戦闘で出てきたのは2回とかそんなもんだったから、実質これが3回目の出番ですね。この人どういう役回りの人でしたっけ？主人公と同じような立場のメインキャラ5人のうちの1人ですよ。本当に何をやったらこうなるんですかね。しかもこのステージ、味方 NPC ではあるもののまさかの黄色軍。あれですね。撃墜されること前提なんでしょうね。ということで左側の敵はなんとか倒し終えたので、一応の避難場所ができました。レストブランシュがまだ2機残ってるけど、これならゆっくりいけますね。19% は当たるもの、30% と 60% は避けますけどね。とりあえずバッシュをおとりになんとかしのぎました。前のターンの被害から持ち直せてないから、魔王も足せてくれるの助かる。そしてドライバーキャノンは弾切れみたいです。こうなれば射程外から攻撃できますね。ドライバーキャノンさえなければこちらも5までしか攻撃できないので、射程外攻撃は余裕です。死ね！俺はやられはしない。力のない者がうろうろするな。こんなものとはな、失望したぜ。起きろ！マジで何しに来たんでしょうね。マスドライバーキャノンを一発撃たせに。とか言ってたら三将軍が近づいてきました。早いんですけど。まだ左側倒し終わったぐらいなんですけどね。こうなると三将軍とさっきのウーフェイ倒した奴らが同じタイミングで来そうですね。厄介すぎる状況だね。結構近いな。普通に次のターンには射程圏内に来そう。目の前まで来ますねこれ。これは困ったな。とりあえず変にばらつかれないようにするために、横広がりから縦並びに変えておこう。すごいマップ兵器打ちたくなる固まり方してますね。目の前もいいところ。ちょっと、どこ行くんですかねメキボスさん。三将軍は任せるとてもいいたげな動き方。むしろあなたが三将軍なんとかしてくれませんかね。ということで、本気で目の前ですね。なんか走行値、上がってませんかね。前回のステージのこの人らのステータスが、だいたい走行値4500くらいの限界値440程度だったので、走行が1000、限界が40ずつ上がってますね。つまり、前回よりも強いです。なんてこったですわ。ああ無理ですわこれ。幸いロフト席が綺麗にダバの直線上に並んでるので、バスターランチャーで一気に減らせそうではあるな。ちなみにダバはバランシュナイルに攻撃が当たらないはずなので、3将軍相手に全力出します。まずは火力をできる限り上げるために激励。といっても先のことを考えると1回が限度かな。これで気力は134。ロフの気力がだいぶ上がってるから、できればもう少し上げたいところではあるけども。いやここはもう一回使っておこう。エネルギー充填完了。いけー！いやデイドラム硬すぎか。それでもいいダメージ。やってみる。いけ。うお、ナイスクリティカル。関さん一気に瀕死まで削れたな。これはでかいですね。ただ、この人らは落とすと色々精神コマンドを使うので、倒すときには注意したい。とりあえず降参問題なく当てられそうです。気力差がだいぶ気になるけども。させるか！なぜだ？なぜこれほど。のどくだが、運がなかったと思うのだな。正面、来た！よしよし、Jドラムもだいぶ減らせました。ただ、魂ベスバーで1万だったから、熱血組だとダメージだいぶきつそう。先生、隠れ身は、ジョーを信じろ。邪魔だ！どけ！甘いな。ごめんなさい。謝って済む問題ではない。戦いを甘く見るな。当たらねえよ。さて困った。魂使えて当てれる人がもう残り少ないですからね。ちなみにヒーローとデブレイは唯一バランシュナイルに攻撃が当てられる可能性のある2人なので、精神ポイントは使えない。遠慮はしないぜ。おお、ここまでやると。死に急ぐなよ。当たるかよ。だいぶ貧弱なダメージですが、HP が見えました。ここまでくればあと一押し。いや無理だろこれ。こんな低いか。運動性10段階改造してる機体じゃないと厳しそうですね。なんの？まだまだ当てられる人はいるさ。そこ！おお！ここまでやると。死に急ぐなよ。わけには。よし、あと少し。これならもう一撃でいけますね。ただ、その後のことを考えると、誰で行くべきか。敵も今ターン中には倒したいですからね。まあここはエマさんか。さっきのダメージ見る限り、熱血はいらなそうだが、念のためひらめきだけ。これなら。バカな。なんとかロフを撃墜。関さんが完全にヤバそうな感じになってます。まあ重い人死んだわけですし。ということでひらめき消しておきましょう。目標確認。破壊する。敵も撃墜。さっきのバスターランチャーのクリティカルが大きかった。とりあえずなんか危ないので、デブの熱血だけ消しておきましょうか。ということで3将軍2人撃破。デブは挑発かけておいてしばらくビルギットさんと鬼ごっこしていてもらいましょうか。向こうも2回行動、こっちも2回行動、ちゃんと逃げれるはず。機動力の差とかありますからね。さて、あとは目の前にいるなんか危ないの。2回行動しないとはいえ、強いことに変わりはないわけで。と言いたいところですが、またもや動画が長くなるので今回はここまで。後半もすぐ上げるのでよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。この踏み込みが足りん。もらった。あっ、危ないな。